はい、昨日ね作っておいたやつが完成したのでちょっとね開けてみます。はい、こんな感じ。まあ見た目はちょっとあれですけど、まああれだけね油を取ったにもかかわらずね結構ね油を食うんですよね。まあこれをまあすぐに使う分はタッパーに入れて、ですぐに使わない分はね、まあ、こんな感じの鶏のね塊肉、まあすぐに使わない分はまあジップロックとかに入れて冷凍してしまうという感じですね。はい、という感じで処理していきたいと思います。うん、鶏肉の匂いです。はい、今日はねTY ハーバーが25周年ということなので25周年記念ビールを飲みに来ました。サワー IPA ってやつですね。これ多分ねビールサブスクでまた送られてくると思うんですけど、お店でねやっぱ飲みたいということで飲みに来ました。でコースターがね25周年コースターになってます。いいね。ということで25周年おめでとうございます。いただきましょう。はい、でね、ビールと一緒にホタテの何だったかな、なんとかビーチェってやつ、春夏のメニューらしいです。下にねカリフラワーライスだったかな、入ってる、はいはい、セビーチェ、うん、カリフラワーライスってことでいただきます。じゃあ乾杯。乾杯。うん、サワー IPA っていうだけあって、あのかなりねすっきり酸味があって美味しいわ。はい、2杯目はグラッシー IPA。 そんな IPA じゃなくてね、今日はちょっとシーズナルがね2個出てたのでグラッシー IPA っていうやつはね、グラッシーセッション IPA ですねにしてみました。ということでいただきます。いただきます。すごい泡がクリーミー、美味しいけどあんまり苦みがないね。 IPA の IPA ってあれだけどセッション IPA、 でも後もかなりライト、うん、で IPA ってさ結構苦みが強い、まあ、長まではいかないけど、まあ、それに近いぐらい軽いね。うん、美味しい。はい、これもね、春メニュー、メカジキのグリルです。え、違うよ、これ春メニュー。インスタをチェックしてるんですよ、僕は。ということで、春メニューです。いただきます。はい、今日のメイン、キューブロールステーキです。久しぶりにね、ティーワハーバーに来てステーキ頼んだんですけど、これは春メニューでね、また美味しそうですね。ということで、いただきます。うん、うん、いや、柔らかくて美味しい。うん、はい、久しぶりにビール以外のものということでカルバドス、ブラーの、ね、カルバドスを飲もうかなと思って注文してみました。カルバドスはね、リンゴの蒸留酒ですね。ほのかにリンゴの香りがしてね、すごい好きなんですよ。ということでいただきます。何？美味しい、うん、ナチュラルローソンのワインの話してる人いないから検索してみたんですけど、ナチュラルローソンに置いてあるワインは本当にナチュラルなのかどうでもいいのかって話だよ。そんなわけねえだろって全部ナチュラルなわけないだろう。
覚をした無添加なんでしょうか。今日はね、デザートを頼んでみました。さっき店員さんにね、デザート頼むの珍しいですねって言われちゃいましたけど、はい、新作っぽいやつなんで、いただきます。いただきます。うん、美味しい。マンゴーが美味しいね。